広田内閣は外務大臣の広田光輝が第32代内閣総理大臣に任命され、1936年3月9日から1937年2月2日まで続いた日本の内閣である。1936年3月9日任命。在職日数331日。1936年3月10日任命。 1936年4月15日に命。1936年4月15日に命。内閣発足当初。広田内閣は、元老、西園寺金持ちの総選により、岡田内閣で外務大臣を務めていた広田幸樹が2.26事件の後に組閣した、実質的挙国一致内閣である。軍部の抵抗により組閣は難航した。 抗議国防国家の樹立を目標とし、経済の国家統制を進め、巡戦時体制の整備に努めた。またご紹介議で、軍備増強と巡戦時体制の構築を目指す、国策の基準を定め、軍部大臣現役部官制を復活し、日独防協協定を締結、軍国主義国家体制の宣弁をつけた。また、国民精神の策攻を掲げて、 国体の本議を発行した一方で、市政の文化人や芸術家を対象とした従前の英典制度とは一線を、各スタニー一等級の文化勲章を、広田自身の肝入りで制定したことも特筆に値する。積極財政主義を掲げる馬場英一増章が、増税と交際の増発による、超大型の昭和12年度予算案を組むと、軍需資材の需要増を見込んだ商社が、 一斉に輸入注文を出したため輸入合わせが殺到して円が下落。これが輸入物資の高騰を招いて市場は混乱。外国合わせは乱高下し、経済の先行きまでが不透明となる事態を引き起こすに至った。その最中に浜田国松議員と寺内俊一陸省との間に滑覆問答が起きる。これに憤慨した寺内が単独辞任をちらつかせながら衆議院を 懲罰解散することを広田に要求。これに、政党出身の四閣僚と、長野を治み解消が、真っ向から、反対、議会は二日間の停会となり、政局が混迷した。これを見た広田はあっさりと、閣内不一致を理由に総辞職を選び、その道連れとして12年度予算案を早に持ち込んだのである。ありがとうございます。